こんばんは。よいしょ。ニコちゃん。こんばんは。こんばんは。姫が見に来ている。こんばんは。今日は今年最後の、21回目の公演らしいです。21回目。はい、すごい。先週に引き続き今週もドリンクのお姉さんが。すいません、なんか。ゲストでドリンクカウンターから抜け出してこちらまでいらっしゃいました。イエーイ。イエーイ、ニココさん、ニココこと、ニコちゃんまだ使ってるね、だって昨日と、ま、昨日じゃないや、先週の人たちがいる。今日だけニココ、今日だけニココです。あっ、おとなしめだから。じゃあ今日もね、なんだかんだこう結構縛られてるよね。縛られてる。春だけじゃないけど縛られてる。縛った今年の歌い納めを楽しんでいきましょう。私もです、多分最初で最後。29日は歌わないの？歌うっていうか、もうここ使ってカラオケあるだけだから、もうそういうなんかライブみたいなのはもうこれで最後ですね。じゃあ1曲目、じゃあ1曲目お願いします。すごいね、なんか踊れん、うん、これが踊らんでいいやつ。Oh,
今日は前髪を切りました。お、今日に向けて、これに向けて。そう、えらい年末、えらいパッツンよね。そう、パッツンに切ってくださいって言いました。あ、え、自分で切ったんじゃないの。よし、お、わざわざ前髪切りに行くの。前髪ね、自分で切ったことない。あの500円出して、その切りに行く。意識秒で終わる。いやでも注文が多いから、あ、量がもうちょいみたいなをするから、だい結構20分ぐらいかかる。500円でどんなね、美容師さんが嫌われてるかもしれない。前髪の切り、そんなことないよ、そんなことないよ。笑ってるぞ。別に笑ってるぞ。何してたの今日？私、今日ですか、うん、家でリードしてて、で、なんか、なんだっけ、あ、そう、天神公園に寄ったら、とあるアイドルの子にナンパされて、プリクラ撮りに行きたいんだけどって言われて、プリクラ撮って、で、ここ到着が遅れた。そう、走ってきたもん、走ってきた。ごめんね、ずっと歌ってた、歌ってた。今日公園、喉鳴らしでベリーズ工房を歌って、声出しがね、ベリーズやもんね、うん、でももう、ここでやってもいけないことが分かったから、前回のね前回勉強になってる。うん、はい、じゃあ次に行って、次に行って行きましょうか。行きましょうか、お願いします。またね、子供できました。ごめんね。あ、なるほど、なるほど、なるほど、ミネちゃんだよ。ごめんね。
好きやね。ちょっとそれっぽく歌うのが好き。伝わらないけどね。あ、2017年で放送終わりますけど、はい、ニコさんはどんな年でしたか？そうですね、なんかアイドルをいつも毎週なんか見てて。オタクなんですか？オタクな気持ちになってました毎週。ニコさんの好きなアイドルは誰ですか？とりあえずもうなんか公表している推しはインプリのリホッコちゃんです。あとは？あとは青い。なんで食い入れながら言うの？あとユニコちゃんです。ああ。なるほど。クルーズさんとか最近来てるけど。あの一番若い子名前わからん。緑ちゃん。緑色ちゃんが好き。可愛い。緑色ちゃんね。アイナちゃん本当にお知らないんだ。だって名前知らないんだから。いや顔かわいいっていうか。うん、なるほど。小学生私ロリコンやけど。ユニコちゃんはロリではないですね。あの顔が好き。あ、顔綺麗。なるほど。でも好きそうだね。系統的にはちょっと近いものが。あなた。無理っすよ。まだいいのか。え、推しは？私？福岡。福岡。あ、誰が好きだっけ？あ、あとリバースの萌えちゃんと、あ、ルンちゃんと、あと、え、なんか言わなきゃいけない気がした。あとは誰がいたのかな。いや結構いるんだけど。え、なんか誰かいたっけ？めちゃめちゃ好きな子がいた気がするんだけど。久米ちゃんと。久里は2人で1つみたいな感じで。あとは、え、どれが好きだっけ？インプリのアロンちゃんと、あ、そうクルーズのあの、はるかちゃん。あ、髪黄色い人。黄色はあれ黄色やなかったっけ？青やったっけ？青ではないけど、黄色か黄緑とかそういう感じの色。あと誰がいたかな。そう、喋ってるこのエコーがすごいね。誰がいたかな。あ、切れた。あ、 あと誰がいたっけ？めちゃめちゃ好きな子がいた気がするん。知ってる？誰か。誰かいたよね。誰かいたんだよ。忘れちゃった。あれ、イグニッションや。あ、イグニッション、ココナと、あ、あ、空想モメントの古川由紀。あ、顔が好き。顔が好き。古川は顔が好き。なんかね、いたんよ。3人ぐらい圧倒的顔が好きな人がいたんだけど、古川とココナと、あと誰だっけな、会うたびに顔が好きって言ってるはずの人がいるんだけど、ちょっと忘れちゃったね。あ、ナギリンだ。ピンキースカイの。あ、歌うまい人だ。うん、うん、あ、そう、あと、誰がいたっけ。いたんだっていっぱい。いや、抜粋するとそんな感じ。抜粋もできてないけど、自分でお金を使ってチキを取りに行くのはルンちゃんとアロンちゃん。インプリは結構来て、結構じゃないけど何回か来たよね。私にしては、うん、駅から遠いここに。へえ。結構来た。その申し訳、すみませんね、駅から遠いのにいつも来ていただいてる。みんなの前で駅から遠いけど私の割には何回か来たとかちょっと言っちゃった。そう。でもココナと古川の顔は好き。なんかよくリツイートでも。誰かしらリツイートして。誰が？分からん。誰が来るの？待ってくるの？その古川由紀。可愛いよね。俺じゃね。かもしれない。え、でも好きな人多くない？その人なんか最近ちょっと前よりあれな気がする。なんかフォアリリ下でもなんかその人の名前聞いたもん。あ、そうなの。誰か分からんけど、あ、結構ね、人気ない。可愛い、顔がいい。あ、私ジュナちゃんや。ジエナ？あー、ユリジェナミーナの？そうそう。あー、ユリジェナミーナだった。確かミーナはやだね。この物販中になんか行った。隣でやってて、すいませんってこうやって並んでチェキ取った。物販中に？そう、物販中にいいかなと思って。こんな感じで毎週、次、来週からじゃああれだね、もうアイドルは毎週見れなくなるけど、7日は来てくれるんでしたよね。7日行く。
7日の予約した人。まだしてない。あ、本当か本当か。今俺あげとった方がいいかみたいな顔してあげたけど本当か。7日予約した人。来るんですよね。来るんですよね。あ、だって7日休み取ったもん。本当に本当に取れた。昼間休み取った。え、7日は7日行くよ。さすがにニコちゃんに言われたらちょっとね、もう分かったよって言っちゃいますね。ギャングパレード来た。あ、そっか、それは仕方ないかな。じゃあ、しゃあない。じゃあそんな感じで、そんな感じで今からソロを立て続けにトントンとソロ喋ってみる。じゃあ次ソロなんですけど。そう、何を歌おうか昨日も決めてて、へしか言わんよ。みんなが知ってる歌にしてもらったんですけど、違う、そういうのじゃない。アニソンにした。いや絶対知ってる。絶対知ってるはず。アニソンわかんない。っていうことでお願いします。あれだよ、みんな大好きなやつだよ。あ、エコーお願いします。アンパンマンマーチ15ぐらい。アンパンマンマーチ。¡Gracias!
歌ったことないんですけど入ってたので。みんな知ってる曲？いや一回は全員多分聴いてるはず。絶対知ってる、絶対知ってる。ビシカ。Thank you.
なしこちゃんも頑張ってます。
なしこちゃんも頑張ってますし、経験者はもちろん、全然アイドル未経験のポチコちゃんって子がいるんですけど、その子だけが完全に未経験でダンス歌う、業界未経験なんですけど、超いい、超いい、声もでかいし、キャノンぐらい声でかい、超いいし、結構可愛いし、曲がもうめちゃめちゃいい、急に声でかいんですよ。全部、全部っていうか、まあ、その日は2曲しかしないんだけど、15分の曲だから、めっちゃいい、私は好き、いい、めっちゃ良きって感じで。パスコードをちょっと重くした感じ。もっと重くした感じ。ちょっと音域が、声が高いから、私が低くて、ちょっと低くて困ってる。っていうぐらい重い、本当に重い感じ。楽しみだ。ハード。ハードね。いい。多分好きだと思う。好きだと思う。激しいと思う。何したの？ちょっとバッチさんに聞いてみる。とりあえず、まあ、脱いだらできるかもしれない。あ、でも脱いだら、いや、下を脱がなきゃ、上ぐらいだったら別に脱がないで。うん。そのバッチさん次第ってところは。そう、1月7日は、得点が全員集合のブロマイドに交流券が1枚つくっていうスタイルで、とりあえずサインをもらって交流できるっていうやつで、それがあるの。その次の週が私が舞台があって、ちょっと本当はライブに、ちょっとそのせいでちょっとライブ1本なくなっちゃったんですけど、本当は天神踊り歌絵巻に出る予定、チョコマジが出るやつに出る予定だったんだけど、ちょっとそうよく考えたらこれ出れなくねってなって、ロアちゃんも出れなくて、その日東京に行ってるからもうダメだねっつって切ったんだけど、そう、その日にそうみんなを犠牲にした舞台があるのでみんなメンバーを犠牲にした舞台が14日にあるんですけど、1回に1日に、2つ物語があって、 1部の間に2つ物語があって、1部は最初の話に出るんだけど、2部は両方とも出るから、両方ともしかも超声優多い役を両方やってるから、2部来たら全部もう出ずっぱりまで、だから来てて。いつ14日。14日ね。え、何時？13時と17時。いいよ。13時と17時。17時の中で番が多い。場所どこ？シアターオくんちって平尾の、平尾くんちって誰ですか？誰んち私も行ったことない。平尾くんち、そう、平尾くんち出たら出る。出ないと思う。シアターオくんちっていうところ。井上アパート、平尾くん。誰井上アパートって何？いや、あの住所だったら出なかった。あ、そうなの。23、最後の祭りが23じゃなくて22だったら、大奥さんって言うやつが分かるの。井上くんちか。あれ、駅近い。井上くんちじゃないから。近くねえよ、大奥さん。あ、そうなの。サニーの近く、高宮の方が。バスが近くね。バスの方がいいと思う、大奥さんやったら。行ったことないから分かんねえよ。サニーなりたことない。そうなの。あ、そっか、いろいろ、黙っとくね。私もあれがあれであれですよね。なるほど。あれがあれであれ。だからあれがあれのあれですよ。あれであれのあれだからね。私はあれのあれのあれだ。あれがあれのあれの方なので。よかったら。あれか。めっちゃあれなんだよね。ミニ公演だから超狭くて、席も本当なんか。なんつきか、いつもだったら100、200ぐらいは入るところにあるんだけど、今回結構50万円ぐらいのところで、もっと狭いかな。座席で50だから、これぐらいかな。これよりもうちょっと広いぐらい。そうそう、だからもしかしたら早めじゃないとあれがあれかもしれないけど、ね。っていう感じなので、よかったら来てほしいです。あとは基本はまだ1人とか2人、何だったっけ、あ、チームドラゴン猫とかも、もう呼ばれてないので、まだ
でも私がロアに入るから呼んじゃダメと思ってて、多分呼ばれてないので、そこに関してはちょっとまだ。ハイダウェイって言うんじゃない、ハットが来年。え、出ないよ。え、なんで、なになに、え、チーム野良猫じゃない。あ、野良猫やって。うん、野良猫と泥棒猫は別だよ。分かってるよ、それは。見間違ったかな、何が。うん、見間違った、野良猫と見間違った。多分野良猫と見間違った。ロゴがほぼほぼ一緒だからね。カラマジはもう終わった。カラマジは解散してチームドロゴン猫ができたんです。ただ野良猫とドロゴン猫は偶然同じメンバーで、偶然同じメンバーで、そうそうそう、申し訳ない、野良猫やったこういう紛らわしいこともね、起きるんです。まだそっちに関してはもう何もないんで、1月は日曜日が全部、あ、その14日以外は全部ライブがあって、3月、4月ぐらいまだ決まってる、遠征とかもちょっと決まってるんで、適当みたいな感じでやっていくので、ロアのツイッターを、先私がちょっと1月じゃないか、12月がめっちゃライブが多くて告知が追いつかなくて、そう、全然ちょっと戸惑わせちゃったんですけど、オタクを年始から忙しいね。1月は頑張るんで、告知1月は本当に頑張るんですね。あの、水曜日もないって言わない限りはあるのでそう、一回あったけどね、手なんかね、なんか来たら閉まってたんで、言われたことが一度二度ほどあるんだけど、月曜とか水曜とか、そのないって、もう名前の横につけようかな、今週水曜ないみたいな、バツッと書く。ないかもね。なんかプロフィールのなんか下に、じゃあ書きます今度から、今週みたいな、それでいいか。青い映画、サマソニーリツイートしたリツイートしたうん、お願いしますってな感じで、じゃあ最後の曲に行きたいと思います。そうですね、よく私はよくしてて、ニコちゃんがずっとやりたい、歌いたい、好きな歌、好きだ、俺好きだと思う。え、歌の話うわBut you don't want me. Set you free, yeah.
かった。最高の思い出ができた。でもちゃんと収めてあるから、ね、最高の思い出ができました。よかった。この歌好きすぎて、ずっと見てて楽しかった。あ、そうなの。だからいつも歌ってほしかった。歌えてよかったね。うん、よかった。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。アンコール、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 アンコール。アンコール、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 ママ、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 ママだ。
一般でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。